思ってます。だから私は私の首輝きは負いやすく、私の身は軽いからです。素晴らしいじゃないですか。この御言葉ってよく教会のね、この脇にデカデカと書いてあって、結構そういうその御言葉で教会にスーッとね、弱ってる人が、悩んでる人が、私の進学校の後輩で、元暴走族で刑務所に入ったことのある人が、女の人でいます。彼女はこの御言葉を教会の脇に発見した時に、最初ですよ、バカ野郎、私の気持ちなんかわかるかって思ったそうです。で、その後に、出産をして、した時に、またその旦那さんのことで悩んでる時に、ふとまた違う教会でこの御言葉を見ました。その時に聖霊様が働くんですよ。1回目見た時には、私の気持ちなんてわかるか。しかし2回目見た時に、その時は会員の時だったんでしょ、神の時、あ、私休みたいと思ったんですよ。そして教会にフラフラと言って救われたんです。神が働く時、神の風が吹く時、私たちは神の言葉を知ります。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣も鋭く、関節と骨髄を貫き、あなたの良い思いも悪い思いも判別する神の力だったんです。昨日もお証しの中で言いました。私がエゼキエル33章10節に来た時に、神の語りかけを肉声で聞いた、肉声で聞いた気がした。そして御言葉が浮いて出てきた、浮いて出てきた言葉が口に入ってお腹に入った気がした。そういう経験の中にみんな生きていきます。ですから信仰は聞くことに始まるって聖書書いてあるけど、聞くことから始まっても真剣に神様に向き合って読んでみてください。必ず答えと、必ずあなたへの力が湧いてきます。今日は短い説教で、本当に終わります。お祈りします。天の父なる神様。